プログラマー SE 転職の絶対ダメな NG 志望動機志望動機って難しい、なんて言えばいいんだろう、何言っても白々しくなっちゃうし、良い志望動機ってなかなか思い浮かばないですよね。ガチに大好きな会社とかだったら浮かびますけど、受ける会社すべてが大好きな会社じゃないですからね。かといって、こういう志望動機を言えば無難って感じのを言っても、面接感には響かないし、そもそも、どの会社にも使える万能の志望動機なんて存在しません。ソフトウェア開発にはアンチパターンっていうのがありますよね。 間違った設設計計のパターンを知るるとと良いいがでできるというやつです志望動機も同じでこういうのはダメっていう NG パターンを知ることで正しい志望動機を考えることができるようになるんですそんなわけで NG な志望動機のパターンを紹介します転職エージェントから紹介されたから転職エージェントに登録するとたくさん求人を紹介されますよねその中には自分が知らない会社もたくさんあってこんな会社あるんだよさそうじゃんって応募します 書類選考が通っていざ面接となり、志望動機を正直にそのまま答えると、転職エージェントから紹介されたから。になってしまいます。ですが、正確に言うと、転職エージェントから紹介されて、良さそうだと思ったから。ですよね、その、良さそうだと思った点を言えばいいんです。例えば、転職エージェントから紹介されて知ったのですが、社員を大切にしていて、とてもいい会社だなと思ったんです。なんて言えばいいんです。カッコ内は言わなくていいですからね、笑。仕事が楽で給料も良くて、休みもいっぱい取れそうなので。 ここまで露骨な死亡動機を言う人はいないかもしれませんが、何が問題かというと、待遇の良さしか言ってないことです。待遇が良いから入社したいです、の裏を返せば、御社は待遇が良いこと以外に魅力はありません、って言ってるようなものです。だから、待遇の良さを死亡動機にするのは NG なのです。この場合、どうすればいいかというと、待遇が良いとなぜ良いのか、を考えてみることです。休みがいっぱい取れると、気持ちに余裕が生まれる。気持ちに余裕が生まれると、他人に優しくなれる。優しい人が多いと、社内の雰囲気が良くて働きやすそう。 と考えるののであれば御社のホーームページを見たり今こううしてお話してててててお話もも皆さんとても雰囲気が良くて働きやすそうだなと思ってぜひ御社で仕事をしたいと思っていますこれなら面接官もそうだねって共感されて好印象になるはずです浮かんだ脂肪動機の一方奥にある答えを探せば見つかるいかがだったでしょうか打算的な脂肪動機に見えるものもその奥にある本当の脂肪動機まで考えてみると案外いい答えが見つかりますですから正直に言ったらまるが脂肪動機なんだけどそのまんま言うのはまずいな と感じるときは、その奥にある本当の志望動機にまで踏み込んで考えてみてください。きっと面接官に刺さる良い志望動機が見つかるはずです。